今回ご紹介するのは新潟市東区にある品そば佐々木。お邪魔したのは小越彩さんです。今日はお気に入りのお店の佐々木さんでランチ。カフェ風のおしゃれな店内で女性一人でも入りやすいのが嬉しい。お子様用のスペースもあったり、麺カッターを用意してくださっていたり、小さいお子さんへの配慮がすごくいいお店です。仕切りがたくさんあって感染対策をバッチリされてる感じがすごく安心できます。佐々木さんは限定のラーメンもたびたび出してらっしゃっていて、いつもはそれを食べに来るんですけど、今日は限定に戻って醤油と塩で。佐々木さんといえばチャーシューと、味玉も忘れちゃいけないですよね。餃子、この餃子がまた美味しいんですよ。メニューが8個入りがマックスだから、じゃあ8個入りでお願いします。五白重ね醤油そばを大盛りで、はい、大盛りで、はい、合盛り4枚のチャーシューと、はい、味付け卵をトッピングで、はい、と銀丹霊塩そばの、はい、こっちも大盛りで、はい、同じトッピングで、合盛りと味玉のトッピングでと、はい、餃子8個入りので、はい、お願いします。以上で大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。は銀丹霊塩そば、このあっさり透き通るスープがすごく美しい。チャーシューのこの合い盛り、もう映え、味玉の彩りも綺麗だし最高ですね。美味しそう。いやー、これは気合が入りますね。髪を縛ってバッチリ、塩と醤油のダブル食い、いただきます。すごいあごだしのいい香りが、おいしい。すごい落ち着く味、スッと入っていく感じ。あごのおだしも効いてるだけじゃなく、お野菜とか、鶏と野菜、あとは貝の味とかもして、すごく上品な感じです。佐々木さんはこのあっさり上品なスープに合わせて、相馬製麺さんの特注の極細麺を使用していて、この歯切れのいい食感と小麦の香り、すごく合うんです。柔らかい、他になかなかないですよね、この食感。いいですな。じゃあお次、この定番の丸バラチャーシュー、この厚みに対してこの柔らかさ、めっちゃジューシー。もう佐々木さんの味玉いつ見ても完璧。白身も柔らかいし、黄身のこのとろっと濃厚な感じがもう最高。この辺で餃子もちょっといっとこうかなと思います。2個一気に。
野菜もシャキシャキだし、お肉ジューシーだし、皮もちもちツルツル、焦げ目もいい感じ、もう最高。美味しい、本当美味しい、止まらない。もう一個、もう一個もうなくなっちゃうおごせゾーン入ります。あっさりながらも旨味の詰まった毎日食べたくなるラーメンです。いよいよ最後、お楽しみのスープ。私はこのスープを最後飲む瞬間に最高に幸せを感じます。ごちそうさまでした。まさに琥珀色、この厚切りのチャーシューのインパクトもすごい。うわー、煮干しのいい香り、美味しそう。醤油も最初合い盛りのチャーシューと思ったんですけど、せっかくなんでね、厚切りのチャーシューに変更お願いしちゃいました。ありがとうございます。では2面目いただきます。美味しい、すごいジューシー、柔らかとろける
こちらもあっさりながらも上品で美味しいスープ。煮干しがすごい効いてるし、あ、このチャーシューの油とかからも旨味が出てる感じが、おい。麺はさっきの塩と同じものなんですけど、このスープが変わることによって全然表情が変わります。雰囲気が全然違う。このやっぱり醤油で食べるのも合いますね。塩とまでまたちょっと違う感じ、相性がいいようになんか計算されてる感じがします。本日2回目、おごせゾーン入ります。この食べ進め中盤ぐらいの麺とスープの味が馴染んできた感じがまたすごい好き。もう一口止められる気がしない。口の中に残る煮干しの余韻の幸せ。イケメン店主さんの織りなす繊細なラーメン、最高です。大好きなスープ、一滴たりとも残したくない。ごちそうさまでした。醤油も塩も最高に幸せな2杯でした。次は味噌かな、限定かな、迷った時は両方いただきます。透き通った、あっさりしたラーメンが特徴です。他にはローストポークもおすすめなので、皆さんのお越しをお待ちしております。